オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。YOASOBIです。この度、我々の楽曲アイドルがオリコン上半期ランキング2023において、作品別売上数部門のデジタルシングルランキングで1位を獲得しました。ありがとうございます。たくさんの方に聴いていただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう本当にあの気合を入れて魂を込めて作った楽曲がですね、こんな光栄な賞をいただけたということで、本当に嬉しいです。我がこのように僕は楽曲のことを思っているので本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。僕がもう推しの子をもともと大ファンなので、その愛をこうたっぷり込めて、もう魂を込めて作った楽曲、そしてそこに魂を込めてアイドルとしていくらが歌を入れてくれて、いい楽曲が出来上がって、そして推しの子がもうたくさんの方に愛されている推しの子のパワーも受けて、本当にいろんな要因があって、あのたくさんの方々の元に届いたんじゃないかなと思っています。私はやっぱりラップ、本格ラップっていうものが、本格ラップなのかな、ポップスの本格ラップみたいな、ね、アイドルポップスラップというか、そうですね、そういったラップをしっかり歌うっていうのが初めてだったので、まずそれをこう習得するのに時間がかかって大変だったんですけれども、それ以上にどういった声色でニュアンスでこの楽曲を歌い上げることがアイドルという曲の大正解になるんだろうっていうところを探っていくところが一番大変だったかなと思います。で、皆さんが聴いていただいているアイドルにその悩んだ末たどり着いたっていうような感じでございます。間違いなくアリーナツアーですね、YOASOBI初のアリーナツアー電光石火ツアーというものを4月の頭から、追加公演も含めて6月末まで、回らせていただきまして、全部で14本ですね。本当にこのツアーですごく自分たち自身のこう成長も感じたし、実際に生でお客さんの声も聞くことができて、お客さんと音楽でコミュニケーションを取ることができて、なんか本当にまた一つ YOASOBI のこう、ステージが上がったというか、本当にまた新しい扉が開いたなという気持ちです。これからも、私たち YOASOBI らしく自分たちがかっこいいと思える音楽を発信していきますので、皆さんにもこれからも楽しんでいただけたらなと思います。以上、YOASOBI でした。